皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。 今回は、口が臭い人やばいです。肝臓が毒素まみれ。今すぐ丸洗いしてと題して、医学的な知見や科学的根拠にしっかりと基づいて、口が臭いということのやばさ。そして、見逃すと人生が終わる、肝臓が悪い時に出る危険な症状。さらには、肝臓を破壊してしまう悪魔の食べ物について、世界一わかりやすく解説していきたいと思います。 さて突然ですが、皆さんは肝臓の健康について普段気を使っていらっしゃるでしょうか肝心や 肝心という言葉がある通り肝臓というのは心臓や腎臓と並んで私たちの健康のために非常に重要な臓器となっています。ですが同時に肝臓は腎臓と同様に沈黙の臓器とも言われ少しぐらい悪くなっても症状が出ることがなくそのためどうしても私たちは普段の生活の中で肝臓の重要性を忘れがちになってしまいます。 ですので多くの人が肝臓にとって悪い生活習慣を平気な顔をして送ってしまっているというのが悲しいですが現状です先ほど述べたとおり肝臓は沈黙の臓器ですから私たちが多少肝臓に悪い生活習慣を送って肝臓を痛めつけたところで肝臓は我慢強くうんともすんとも何も文句を言いません 文句を言わず、ただ黙ってダメージに耐え続けるんです。こうして肝臓が長年ダメージを受け続けてしまうと、それまで我慢し続けていた肝臓は、もう無理ですと、急に悲鳴を上げて、私たちの体に様々な辛い症状が現れてくるわけです。本日はそんな肝臓がほぼ末期の状態にある時に出る危険な症状の数々についてご紹介していきたいと思います。 肝臓が悪くなってしまうと、口が臭くなってしまったり、見た目が悪くなってしまったりと、対人関係が悪くなってしまうような意外な症状もたくさん出てきます。日頃から人と会う機会がある人は、ぜひこの動画を見て、ご自身の体の状態をチェックしていただきたいと思います。 日頃から肝臓に気を使っていなかったという人にとってとても重要な情報がてんこ盛りになっていますのでぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいですそれでは早速参りましょう本日のお品書きは次の通りです一元で口が臭い人やばいです肝臓が毒素まみれ今すぐ丸洗いしてということについて 2限で、〇〇の野菜だけは絶対食べるな。肝臓がぶっ壊れる。人生が終わる食べ物トップ3について解説していきたいと思います。 それでは早速一元の口が臭い人やばいです。肝臓が毒素まみれ、今すぐ丸洗いしてということから解説をスタートして参りましょう。さてそもそも肝臓というのは私たちの体のどこにあって一体何をしている臓器なのでしょうか。サクッと説明して参ります。 いや脳といった臓器であれば、どこにあって何をしているかが明確ですよね。胃腸であれば、お腹の中にあって、消化吸収の働きを担っていますし、脳は私たちの頭の中にあり、思考を司ったり、記憶を蓄積する働きがございます。では、肝臓はどうでしょうか肝臓は、私たちのお腹の右側に存在する非常に大きな臓器です。 肝臓は成人ではおよそ1キロもあって内臓の中では最も大きな臓器の一つとされています。そして肝臓には主に3つの重要な働きがございます。1、タンパク質の合成。2、有害な物質の解毒。3、胆汁の合成。この3つなんです。1つ目の タンパク質の合成というのは、私たちが生きていくためになくてはならない働きです。タンパク質というと、筋肉をイメージされる方が多いのではないでしょうか。もちろん、筋肉も私たちが健康に生きていくために大切なタンパク質の一つであります。 特に歳を取ると筋肉が不足しがちになってしまいますから食事からたっぷりのタンパク質を取ってたくさんの筋肉を合成することは非常に重要なことになってきますですが私たちの生体内に存在するタンパク質というのは筋肉だけではありませんむしろ筋肉よりももっと重要なタンパク質がありますそれは酵素です酵素というのは 私たちの体の中で化学反応を促進してくれるタンパク質であります。私たちの体の中では日々様々な化学反応が起こっているんですね。消化吸収はもちろんのこと、脂肪を分解したり、エネルギーを消費したりと、私たちの体の中で起こっているほぼ99%が化学反応によって成り立っていると言えるでしょう。このような化学 反応を促進してくれるタンパク質が酵素ですそして そんな酵素の多くは、実は私たちの肝臓の中で作られているんです。逆に言えば、肝臓が悪くなってしまえば、このような酵素が適切に作られなくなってしまい、私たちの体で化学反応が円滑に起こらなくなってしまいます。そうなれば、代謝をはじめとして、様々なシステムに異常をきたし、健康が害されてしまうんです。また、 肝臓の重要な働きとして、有害な物質の解毒をしてくれるという働きも忘れてはいけません。私たちは、どれほど健康に気を使っていても、どうしても食事から有害な物質を摂取してしまいます。特に、お酒を飲んだ時に肝臓がアルコールを分解してくれるというのは、有名な話ですよね。 アルコールは私たちの体にとって有害な物質の代表例と言えるでしょう。また、食事から摂取したもののみならず、私たちの体の中では代謝の過程で様々なゴミが生まれてしまいます。このようなゴミをちゃんと解毒してくれるのも肝臓の働きの一つなんです。肝臓が悪くなると、 アルコールをはじめとする外来物質の解毒ができなくなるのみならず、このような体内で発生したゴミの分解ができなくなってしまいます。 そうなると体内にゴミがどんどん溜まっていってしまいますよね。ゴミ回収者が来なくなったゴミ屋敷のように体にゴミが溜まっていくことで様々な障害が起きてきます。その結果どんなことになってしまうのかはこの後詳しくご紹介してまいります。そして肝臓の働きとしてもう一つ忘れられがちなものが肝汁の合成であります。 胆汁というのは肝臓から腸に分泌されて私たちが食べた脂肪とかタンパク質を分解しやすくしてくれる液体のことになります。このような胆汁の働きによって初めて私たちの腸管は脂肪やタンパク質を吸収して栄養素として取り込むことができるんです。そのため 胆汁ががないいととここれらの栄栄養養素を取り込むことができず栄養失調に陥ってしまいますいかがでしょうかここまでの説明を聞いただけでも肝臓がどれほど私たちの健康にとって大切なものであるのかがお分かりいただけたと思います。ですがね、冒頭で述べた通り肝臓というのは沈黙の臓器と呼ばれ 多少痛めつけたところで何も文句は言わない我慢強い臓器です。そのため私たちは平気で肝臓を痛めつけるような悪い生活習慣を送りがちになってしまいます。そのような悪い生活習慣を送っていると肝臓はある日突然悲鳴を上げ様々な症状を出すようになります。そこでこの一言では 肝臓が悲鳴を上げていることを示す肝臓が悪い時に起こるヤバすぎる症状をこれから合計ね3つほどご紹介していきたいと思います。 それでは早速一つ目にご紹介したい肝臓が悪い時に出る危険すぎる症状は周りからどんどん人が離れていくあまりに不潔な土臭い口臭でありますさて皆さんの肝臓が悪い時に起こるやばすぎる症状の一つ目が口が強烈に臭くなってしまうという症状でありますさて皆さんは日頃から 口臭を気にしていらっしゃるでしょうか口が臭いというのは、それだけで非常に不潔なイメージを他者に与えてしまい、周りの人から嫌がられる原因となってしまいます。そのため、毎日歯を磨いたり、口をゆすいだりして、口臭のエチケットをちゃんと気にしている方も多いことでしょう。 ですが、口臭は、口の中をケアするだけでは良くならない可能性があります。ならば、皆さんのその口臭は、口の中だけではなくて、肝臓が原因で起こっているかもしれないからです。肝臓の機能が悪化すると、口臭が、土臭い、下水のような匂いになることが知られています。あるいは、人によっては、カビ臭いような口臭と表現されることもあります。 いずれにしても誰かの口からそんな匂いが出てきてしまったらとても近づきたくないと思ってしまうのが人間の差がですこのような口臭のどぶくささやカビ臭さというのはまさしく先ほどご紹介した肝臓の重要な機能の一つ解毒機能が肝機能の低下によって 障害されてしまうために起こります。健康的な肝臓において分解されなきゃいけない毒素の代表例としてアンモニアというものがございます。アンモニアは私たちの体にとって非常に有害な物質です。私たちの体の中ではタンパク質を合成するために常にアミノ酸が代謝されております。 タンパク質が20種類のアミノ酸の組み合わせによってできているということは皆さんもどっかで聞いたことあるでしょうこのようにアミノ酸代謝は生きていくために必須の機能ではありますがその過程でどうしても毒素であるアンモニアが生じてしまうんです そのためアンモニアは健康的に生きていくためにどうしても出てしまう家庭のゴミのような存在だと言えるでしょうですが正常な健康的な肝臓においてはこのような非常に有毒なアンモニアを分解してくれる機能が備わっていますそれをオルニチン回路と言いますこのオルニチン回路では肝臓の中で有害なアンモニアが オルニチンというものと反応して体にとって無害な尿素という物質に変換されます。こうして変換された尿素がおしっこと一緒に出ていくことによって有害な物質がきちんと体の外に排泄されるんです。ちなみにオルニチンというのはしじみの中にたっぷり含まれていることで有名な物質です。 レトルトのシジミの味噌汁のパッケージにオルニチン〇〇倍などと書かれているのをね、見たことある人いるかもしれません。シジミの味噌汁が肝臓に良い影響を及ぼすと言われているのは、このようにシジミの持つオルニチンが肝臓内のアンモニア代謝の手助けをしてくれるためなんです。 ですが、肝臓の機能が悪くなると、どれほどしじみの味噌汁を飲んで、オルニチンを補充したところで、オルニチン回路が正常に働くことができず、 体の中にどんどんアンモニアが溜まっていってしまいます。そして溜まりに溜まったアンモニアが血液中に漏れ出すと、ついにはそれが肺に届き、呼吸とともに私たちの口から出ていってしまうことになるわけです。そのアンモニアの匂いこそが先ほどの 公衆の土臭さ、カビ臭さの原因であります。皆さんは会話中に相手の口から土臭い匂いが漂ってきたらどう思いますか正直なところとても会話なんてしていられませんよね。その人とはもう二度と話したくないと思ってしまうかもしれません。 もしかしたら皆さんは自分の肝臓が悪いせいで皆さん自身の口からそのようなドブ臭さを放出し人から二度と話したくないと思われてしまっているかもしれません自分の口臭というのはなかなか自分では気づきにくいものですからこのように口臭というのは対人関係を左右する非常に重要なポイントの一つですから口臭のエチケットという点でも 肝臓を健康に保つことは歯を磨くこと以上に大切なことと言えるでしょう。ちなみに余談になりますが、口臭というのは口腔内の汚れや肝臓の機能の低下のみによって起こるものではありません。体の不調によって口臭が起こってしまうケースは他にもまだあります。 肝臓のお話とは少し脱線しますが大事な話で皆さん気になっていると思うのでここでいくつかまとめて紹介しておきたいと思います。口腔内や肝臓以外の原因によって口臭が出てしまうケースの一つとして異炎が挙げられます。いわゆる異炎口臭というものになります。胃炎による口臭では卵の腐ったような匂いがするというのが特徴的になります。 遺炎になると、当然私たちの胃が正常に働かなくなりますよね。そのため、胃の中に消化しきれなかった食べ物が滞留するようになります。このように、長期間滞留した食べ物の残りカスが腐ることによって、その匂いが口から出てきてしまうんです。つまり、胃の中がゴミ屋敷状態になっているというわけです。これは考えるだけでもちょっとゾッとしますよね。 私たち現代日本人の胃炎の原因の最たるものはやはり何と言ってもストレスなんですストレスフルな生活を送っている人はどんどん胃が悪くなって胃に炎症が起きて胃炎になり胃に腐った食べかすがたまることで強烈な腐敗臭のする口臭の原因となってしまうわけなんですそれが嫌だという人はぜひともストレスを溜め込まない生活習慣を心がけて いいいたただきたいと思います日頃からきっちりと睡眠をとったり適度な運動をすることによってストレスを解消することもまた口臭に対するエチケットとして非常に重要なことなんです。また口から 魚の腐ったような生臭い匂いがするという人はもしかすると副鼻腔炎が原因となっているかもしれません。私たちの鼻の中には副鼻腔というたくさんの空洞が存在します。このような空洞に細菌や海が溜まってしまうことで副鼻腔炎を発症します。副鼻腔炎が進行すると副鼻腔に溜まった海が溢れ出てできてドロドロの海が 喉に流れ込んできます。このような海の流れ込みをコウビロウと言います。コウビロウは臭くて効かない海が口の中に溢れ出てくることに他なりませんから、当然口臭にも影響を与えます。さらに副鼻腔炎では鼻炊けによって鼻が詰まることによって口呼吸になって口が乾いてしまうというのも口臭の原因となってしまいます。 副鼻空炎を患っている人は、慢性のものと急性のものを合わせると、日本ではおよそ200万人ぐらいいると言われています。特に慢性の副鼻空炎は、これをやれば絶対に治るという根治的な治療法がまだ確立されておらず、様々な耳鼻科のクリニックを回っても、全然治らないということで、長年悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 実は最近では副鼻腔炎は鼻や喉が原因ではなく副鼻腔からは遠く離れた私たちの腸が原因である可能性も指摘されておりますなぜならば副鼻腔炎は大きな分類でいうところの免疫の異常にあたりそんな免疫を司っている中枢こそが私たちの腸内環境に他ならないからなんです特に アレルギー性の副鼻腔炎は腸内環境の改善によって良くなるケースが多々あると言われています皆さんの中に花粉症の時期に特に副鼻腔炎になりやすいという方はいらっしゃいませんか そのような方は、花粉症がそもそもの根本原因なわけですから、腸内環境を改善して、アレルギー体質を治すことで、根本から副鼻腔炎を治療することができる可能性がございます。 このように今医学的にも最も注目されている腸内環境というのは私たちの口臭にまで影響を与える可能性があるんです。そのためいずれにせよ腸内環境を整えるというのは健康のために非常に大切なことになっています。今回の動画ではあくまで肝臓についてのお話がメインですから腸内環境の話はここら辺に留めておきますが 腸内環境を改善するための食生活や生活習慣についてはこのチャンネルの別の動画でも詳しく解説しておりますのでそちらの動画もぜひ一緒にご覧いただけますと幸いですさてちょっとお話が逸れてしまったのでこの項目をおさらいすると肝機能が落ちると私たちの体の中で解毒機能が障害されアンモニアが血液中に漏れ出してしまいます そしてこのアンモニアが呼気から出ることで土臭い口臭の原因になってしまうのでした。ちゃんと歯を磨いて口の中をきれいに保っているにもかかわらず最近口臭が気になるという方はもしかしたら体の中の肝臓に原因があるのかもしれません。 ぜひともこの先に紹介する肝臓が悪いことで出る症状を併発していないかチェックしてみてほしいと思います。 それでは次二つ目にご紹介したい。肝臓が悪い時に出る危険すぎる症状。肌がボロボロになる。薬が効かない皮膚のかゆみについて解説していきたいと思います。さてお次に紹介する。肝臓が悪い時に出る危険な症状は、皮膚がかゆくなってしまうという症状になります。 肝臓の機能が低下することによって、皮膚のかゆみが出てしまう原因の一つとして、胆汁うっいというものが挙げられます。先ほどこの一言の冒頭の方で、肝機能の大切な機能の三つ目として、胆汁を作るというものをご説明いたしました。 肝臓で作られた胆汁は一旦胆のという袋の中に蓄えられ必要に応じて消化の際に腸内に分泌されますですが肝機能が悪化してしまうとこのような胆汁が正常に合成されないばかりか 胆汁の流れが悪くなってきちんと腸内に分泌されなくなってしまうんです腸幹に分泌されなかった胆汁はどんどん肝臓の中に溜まっていってしまいますこのように肝臓の中に訴えした胆汁は逃げ場がなくなってしまいそのうち 血液中に漏れ出てしまいます。そしてこのような血液中に漏れ出た単汁が私たちの皮膚の組織に届いてしまうことによって非常に強いお肌の痒みを引き起こしてしまうんです。さらに、痒みに並ぶ肝機能の低下による皮膚のトラブルとして横断というものが挙げられます。 横断というのは専門的な用語ですから聞いたことない人多いと思いますが、要はお肌が黄色くなってしまうということなんです。このような横断もまた単純物体が原因であります。 胆汁というのは非常に強い緑色をしたドロドロの液体でそれが皮膚にまで漏れ出すことで大切なお肌を黄色く染めてしまうというわけなんです。日頃から美容や健康に気を使っている皆さんは美肌のために様々な化粧品を使ったりビタミン C をはじめとする美白に効果的な食材をたっぷりとっていることでしょう。 ですがこのように単純訴えによってお肌が黄色くなってしまったらそのような美肌のための努力が全て水の泡になってしまいますよねおまけに黄色くなった皮膚が痒くなってそこを引っかいてしまえばどんどんお肌がボロボロになっていってしまいますこのように肝臓の機能の低下というのは私たちのお肌の美容にまで悪影響を及ぼしてしまいます さらに肝機能の悪化が進行すると私たちの目の白目にまで胆汁が漏れ出して目玉を黄色く染めてしまいますこうなったらもはやお肌の美容どころの話ではありませんよね先ほどの口臭と並んでこちらの黄断というのも肝機能の低下を示唆する非常に重要な症状の一つですからぜひとも抑えておいてほしいと思いますそれでは二つ目 肌がボロボロになる薬の効かない皮膚のかゆみについての解説は終わりです。それでは次3つ目肝臓が悪い時に出る危険すぎる症状食べすぎてないにもかかわらず急速にデブになるについて解説していきたいと思いますさて肝機能の低下で起こる非常に危険な症状の3つ目はなんだかわからないけれど急激に太るということであります さて皆さんの中に最近鏡を見て急に太ったことに気づいた方いませんかそのように急に太ってしまったのが運動不足とか食べ過ぎが原因であればまだマシかもしれません。なぜならばその激太りはもしかすると皆さんの肝臓の機能の低下が原因かもしれないからです。 肝臓の機能が低下することで急速に太ってしまう原因は実は脂肪の蓄積ではなくむくみにあります。先ほど冒頭で肝臓は様々なタンパク質を合成する化学工場であると申し上げました。先ほどの説明では肝臓で合成されるタンパク質の例として筋肉と酵素を挙げましたが これら以外にも様々なタンパク質が肝臓で作られておりますその代表例がアルブミンでありますアルブミンというのは健康診断の血液検査の項目にもありますから50代以上の皆さんであれば聞いたことある人も多いでしょうですがガンマ GTP や AST などと並んでアルブミンもまた 肝臓に関係すするる数値であることとをご存知の方は少ないと思い思ます実はこのアルブミンは私たちの血液内に存在し水分を引き寄せるという働きがございます私たちの血管というのはただの管ではありませんその管には無数の穴が開いていて水や酸素栄養などが自由に行き来できるようになっています このようにたくさんの穴が開いているため私たちの血液はちゃんと組織に栄養や酸素を届けることができているんですそのため何も対策をしないと私たちの血管からはどんどん水が組織に漏れ出してしまいますよねこのような水の漏れ出しを防ぐために存在しているのがアルブミンであります アルブミンというのはある種のスポンジのようなものだと思っておけば良いでしょう水のある場所にスポンジをポンと置くとスポンジがどんどん水を吸収してくれますよねそれと同じで血管内に存在するアルブミンが水を引き寄せることで血管内から組織に水がびちゃびちゃに漏れ出してしまうのを防いでいるんですですが肝臓の機能が低下してしまうとどうなるでしょうか 先ほど申し上げた通り肝臓はタンパク質であるアルブミンを合成するという働きがありました肝臓の機能が低下するとこのようなアルブミンの合成能力も当然低下してしまい血の中でアルブミンが不足することになるんですそうなると血液中の水分を留めておくことができなくなって血管からどんどん水が組織に漏れ出してしまうことになるんです このように水が組織に漏れ出してしまった結果がむくみであります。 皆さんの中に足がむくんでブクブクに太ってしまっている人はいないでしょうか重力の関係でむくみは足に出やすいわけですがこのような足のむくみのみならず肝機能の低下がひどくなるとお腹の中にまで水が漏れ出して腹水という状態になります腹水では腹腔内に漏れ出した水によってお腹がパンパンに膨れ上がりものすごく急速に デブデブになっていってしまいます。このような腹水は、今ご説明したように、肝機能の低下が原因ですから、いくらダイエットを頑張ったところで改善はしません。 ですので、このように、なぜかわからんけど、食べ過ぎてるわけでもないのに、最近急速に太ってきたという症状が出たら、ぜひとも肝機能の低下を疑って、内科を受診するようによろしくお願いいたします。それでは、この辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめ。この一元では、肝臓が悪い時に入ってる危険すぎる症状を3つご説明しました。 1. 1周りから人がどんどん離れていく。あまりに不潔な土臭い口臭。2. お肌がボロボロになる。薬が効かない皮膚のかゆみ。3. 食べ過ぎていないにもかかわらず、急速にデブになる。それでは次二限で、〇〇の野菜だけは絶対食べるな。 肝臓がぶっ壊れる人生が終わる食べ物トップ3について解説していきたいと思いますさて一元の内容を聞いていただいた皆さんは肝臓の機能が低下してしまうことがいかにヤバいのか心底をわかったと思います では肝臓の機能を低下させる原因は一体何なのか大きな原因はやはり食べ物ですそこで続く2件では私たちの肝臓を痛めつけてしまう危険すぎる食べ物を合計3つほどご紹介しこれらの食べ物を食べない生活を送ろうということをご提案していきたいと思います それでは早速一つ目に紹介したい肝臓がぶっ壊れる人生が終わる食べ物は肝臓が疲労してぶっ壊れる危険すぎる野菜であります。さて、 私たちの肝機能を低下させてしまう、食べてはいけない食べ物の一つは、なんと生野菜であります。さて、生野菜は健康に良いと思って、たっぷり食べていた方いらっしゃると思います。そんな方は、生野菜が肝臓に悪いなんて言われて、びっくりしたことでしょう。ですが、安心してください。すべての生野菜が肝臓にとって悪いわけではありません。 肝臓に悪い生野菜というのは、体に悪い残留農薬がたっぷりとついた生野菜のことであります。先ほど説明した通り、肝臓というのは、私たちの体の中に存在する有害な毒素を解毒してくれる働きがございます。そのため当然、野菜についた残留農薬も肝臓で分解されていきます。 ですが肝臓はどんな毒素でもたやすくどんどん分解してくれるというわけではありません。体に悪い食べ物を食べまくって、体の中に毒素が溢れ出て,てしまうと、肝臓の解毒機能が追いつかなくなって、肝臓は疲れ切ってしまいます。そして毒素を処理できなくなってしまうんです。 このように肝臓が疲弊すると当然肝機能が下がって先ほど一元で紹介したような様々な症状が現れることになります。ですので生野菜を食べるときは残留農薬には十分注意していただきたいと思います。残留農薬を回避するためには何と言ってもオーガニックな無農薬野菜を食べるのが一番でしょう。とはいえオーガニックな野菜は 普通のスーパーではなかなか売っておりませんし、何と言っても値段が高いというのがデメリットだと思います。そのため、なかなか手が出ないという人も多いかと思います。そんな方はせめて、生野菜を食べる時は、しっかりと洗ってから食べるようにしてほしいです。日本で作られている国産の野菜であれば、多くの野菜が水溶性の農薬によって育てられております。その他 ため、しっかりと水洗いをすれば有害な農薬のほとんどを洗い流すことができると言われています一方で安く手に入るような外国産の野菜では水では洗い流すことができない使用性の農薬が使われているケースもございますこのような農薬は水洗いしても取れないため 絶対に食べるべきではありません。理想を言えばオーガニックな無農薬野菜を経済的に厳しい場合は国産の野菜をしっかり洗って食べるということを意識してほしいと思います。それでは次二つ目に紹介したい。肝臓がぶっ壊れる人生が終わる食べ物は毎日飲むと代謝回路が吹き飛ぶあのサプリであります。さて、 肝機能を低下させてしまう絶対に摂取すべきでない2つ目はサプリメントになります皆さんの中に健康のためと思ってたくさんのサプリメントをで、ね、飲んでいる人いらっしゃいませんか特に日本人の間ではマルチビタミンサプリメントが人気ですよね ですが2020年のアメリカの研究でマルチビタミンサプリメントを飲んでいる人と飲んでいない人では健康上に明確な差が見られないことが分かっていますそれどころかサプリメントを飲むことによって私たちの肝臓を傷つけてしまう可能性すら指摘されておりますサプリメントの多くは 私たちの肝臓の中で代謝されます。本来栄養素というのは天然の食材から取るべきものです。そのような天然の食材には様々な栄養素がバランスよく含まれているため、単一の栄養素のみが偏ってしまうことはありません。 ですが、サプリメントというのは、単一の栄養素を人工的に効率よく取れるように作られています。そのため、サプリメントを飲むことで、私たちの肝臓の単一の代謝回路だけに余計な負担がかかってしまうんです。中には、酸化していない dha や epa のサプリメントなど天然の食材からはなかなか取りづらい栄養素を含んだ体に良いサプリメントというのも存在しています。ですが多くの場合、サプリメントの健康効果はやはり天然の食材には劣ります。 でですのでこのチャンネルではいつも申し上げていることですが栄養というのはできる限りサプリメントからではなくて天然の食材からバランスよく取るように心がけてほしいと思います間違ってもサプリメントを飲んでいるから食生活が適当になってもいいやという危険な発想だけはやめてほしいと思います それでは次三つ目に紹介したい。肝臓がぶっ壊れる人生が終わる食べ物。一生を棒に振って家族が悲しむ、やばすぎる飲み物について解説していきたいと思います。さて、肝機能を悪化させてしまう危険な食べ物として最後にご紹介するのが、まあ皆さんもうすすわかっていると思いますが、 アルルコールですこれはね、当たり前すぎて、皆さんももう知っていることだと思いますが、改めて強調しておきます。お酒を飲みすぎちゃうと、肝硬変になるというイメージは誰もが持っているでしょう。そのイメージの通りで、アルコールはそれを分解する肝臓に大きな負担をかけて、脂肪肝や 肝変さらにには肝の原因になってしまいまいす日本人の肝硬変の原因として最も多いものは肝炎ウイルスによるものであると考えられています。肝炎ウイルスは母子感染といって母親から子供にも感染してしまうものですから自分自身の生活習慣の改善によって防ぐことができるものではありません。 ですが同じく肝硬変の原因として非常に頻度の高いアルコールは皆さん自身の努力によって抑えることが可能だと思うわけです。 ですので、肝臓を健康に保ちたいのであれば、やはりぜひともアルコールはできる限り控えていただきたいと思います。また、アルコールというのは肝臓以外にも様々な全身の臓器にダメージを与えてしまい、百害あって一理なしです。アルコールには本当に何一ついいことがございませんので、 お酒が好きな方はこの機会にぜひとも断酒またはお酒を減らすことにチャレンジしてみてはいかがでしょうかそれではこの辺で二元の内容をまとめておきます二元まとめこの二限では肝臓がぶっ壊れる人生が終わる食べ物を3つご紹介いたしました1肝臓が疲労してぶっ壊れる危険すぎる残留農薬野菜 2毎日飲むと代謝回路が吹き飛ぶサプリ3つ目は一生を棒に振って家族が楽しむヤバすぎるアルコール飲料でした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました